結実の秋エキネシス到来、俺はこれが一番語りたかったということでですね、来月の10日から駅伝シーズンの口火を切る、はい、10月10日出雲駅伝が開催されます。そしてですね、これ去年書いたやつなんですけど、まあ撮っててよかったような感じなんですが、はい、10月出雲、11月全日本、そして年が変わって1月の箱根、こちらをですね、学生三大駅伝というふうに呼んでおりまして、この大会をですね、3つ全て制することを、学生駅伝三冠と呼んでおります。まあこれ本当ね、偉業なんですよ。まあ昨年ですね、青学四天王を揃えてですね、青山学院大学がですね、はい、この学生三冠に挑んだんですけれども、出雲は制しました。そして箱根も勝ちました。しかし11月の全日本では、東洋大学に力負けなんですかね、はい、出しましたね。その一瞬を楽しむのよりも、その1秒を削り出したチームに軍配が上がったという結果に終わりまして、まあ、三冠を阻まれたわけなんですけれども、調べてみたらですね、この学生三大駅伝を三冠するっていうのはね、本当大変なことなんですね。ですね、記録によるとですね、90年大東文化大学、そして2000年に順天堂大学、それ最近では2010年に早稲田大学が、こちら学生駅伝三冠を成し遂げているんですけれども、まあ面白いですね。こう10年周期っていうか、10年単位なんだなっていうのは。ということは、次の学生駅伝三冠する大学って出てくるのは2020年なんで、もうちょっとあるっていうことなんでしょうか。まあそれはわからないですけれども、やっぱりね、この三大駅伝、まあ区間の数も違いますし、まあ距離も当然違いますし、そしてね、はい、まあコースもやっぱり平坦であったり、アップダウンだったり、そういうのありますんで、それぞれに特色がある。そういったところではメンバーを揃えて、はい、そして勝っていく。で、こちらがね、大変ね、もう戦略の問題でもありますしね、大変難しいということで、なかなか三冠というのはできないんですけれども、まあ今年はどうなんですかね、この三冠を目指すね、去年はね、もう青山学院が、俺たちが三冠やりますっていうふうにも明言していましたけれども、今年果たしてこの三冠をね、目指す大学が出てくるのか、本当に楽しいですよね、期待が高まります。まあね、本当強豪校、メンバー揃えてきてますんでね、まあ、これがいかに上り調子、ピーキング大会に合わせてね、そして適材適所やってくるか、こちらにね、もう本当期待が高まりますね。まあエントリー表がまだ出てないんで、どうこう言えないんですけれども、エントリー表が出ましたらですね、こちら出雲駅伝からしっかりと順位予想と、そして展望、はい、やっていきたいと思います。駅伝シーズン、これから見逃せないぜー。ザボチャンネルでした。ちょっとですね、なんか忘れた感があるんですけれども、9月の19日敬老の日、広島県の世羅でね、ランイベントをやりますのでね、はい、本当このままでは僕また一人ぼっちになってしまう可能性あるので、皆さんぜひとも来てください。一緒に爽やかな汗を流しましょう。